すごいな、すごい、すごいね。すごいな。お前すごいじゃん。すごくないですか。すごい。何？すごくなかった今の。すごいですよね。多分できないよ。ちょっとやってみてください。にゃみ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 にゃ。違います。にゃ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 めちゃめちゃすごいよ。口見てもわかんなかったもん。これすごいっすよね。え？これがちょっとやっぱできることが発覚してしまって、俺やっぱにゃびりり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 りやーん、いやねーらねーらって言ってるじゃないですか。にゃりり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 りー、最後いいっすよね。最後のスーンとなんか抜けてく、駆け抜けてくじゃん。これが俺に勝てる人現れてもらいたいもんだね。これなんて言うんですか、この技名は、な、競技名はなんですか、これね、高速高速猫叫びですね。猫叫び、一応猫叫びになるんですね。はい、これはちょっとびっくりしました。高速猫叫びをね、勝てる方ね。びっくりした。勝てる方がいたら音声送ってきてください。見れる意味のね。はい、ぜひ。よろしくお願いいたします。この番組では毎週オープニングに番組プロデューサーの宮崎さんの本が売れるように猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。宮崎さんね。はいはいはい。プロデューサー宮崎さんの本がね、出るんですよね。ということで、ラジオじゃないと。ないと。催せないでしたっけ。はいはい、何ですか、猫砂ないと。ラジオじゃ、猫砂ないと、猫砂がないと催せないじゃないですか。ラジオじゃないと届かないですね。猫砂がないと催せないじゃない。それも面白そうですね。そうっすよね。猫目線のね。猫目線のやつですね。猫じゃ関係ないですよ、はい。猫目線の、やつですよね。だから。ラジオ買われて。宮崎さんが飼ってる猫の猫目線の、はい、フォトエッセイです。全然違う。ラジオじゃないと届かない。25年に及ぶラジオ人生に。ついてこう綴った初エッセイです、宮崎さんのね。そうらしいですね。そうですよ。うん。書いてもなんかね。はいはい。最初バイトで始めてみたいなね、好きなラジオに。なんかツイッターなんか載ってましたよね。なるほどなるほど。3月22日。はい。発売。そうですね。ですね。にゃー。いくらでしたっけ？にゃーにゃー。にゃーにゃーにゃー。みゃ、え？みゃーにゃーにゃーっていうね。322で。はい。みゃーにゃーにゃー。みゃーみゃーみゃー。みゃーみゃーみゃーだと、3月33日になっちゃう。架空の333日になっちゃう。みゃーにゃーにゃー。税込み1760円。はい。3月22日ですね。ということでございますね。はい。お願いいたしますね。さあ、今週の猫ちゃんニュースはこちら。改めまして、こんばんは、ハライチの岩井ゆきです。サービューです。先ほども言いましたけどね、プロデューサー宮崎さんの本、発売です。3月22日、はいはい。我々も対談をさせていただきましたけどね。そうなんですよね。それ入ってるんですよね。ね、入ってますよね。はい、これなんかあるんですか、売る方法というか。売る方法。なんかまあ。うん。あ、でもだから、一応俺ですらやったからね。うん。その、サイン会。はいはい。とか。チェキ会も一回だけやりましたからね。まあ、あ、やったんだ。なんか試みとして一回だけなんだ。だからもう一回以降やっても意味ないと思って、うん、だから体験するためにやっただけだから、うん、なんかどういうもんなんだろうと思ってやっただけだから、うん、喜びそうだけどね、ファンはね、うん、喜ばしたってしょうがないから別にファンをすごいこと、なんか買ってもらわないと、買ってもらわないと意味ないし、うん、でもなそれ、まあそういうのやっていくんですかね、まあ、うん、予定はあるのか、宮崎さんもやっぱイベントみたいな、チキ会いいんじゃないですか、チキ会、うん、なんかね、何が一番エッセイが売れたことに効果があったかって言われたら分かんない、ね、分かんない、正直言うと、はあ、うん、いろいろやってるよね、でもね、いろいろやったけど、うん、あれが効果あったのかもな、うん、もしかしたら、うん、羽田さんがさ、うん、いいって言ってくれた、ああ、小説家の、はい、そう、あ、羽田圭介さん、うん、が面白いって言ってくれたのが、なるほど、効果あったのかな、アフターショー、うん、作家、そう、なるほどね、うん、そう、そういうコネクションないですか、なんか、なんかもう適当にね、いいって言ってくれる感じの羽田さんもちゃんと読んでくれて褒めてくれたから効果あったでしょ、そうだね、それでもだから祝いとかなってくるんですよ、エッセイ売れてる人、ね、うん、まあでもそれはまあ俺正直無理なんだよね、うん、あんまり断ってんの、それに、ああ、うん、別に面白い面白くない関係なく、
活字読めないから俺。いやそうなんだよな。そのすごい読みそうなんだけどな。書くんだけど全然読みたくないし読めないし。書いて出して売れてんだよ。うん、そう。なのに読まない。読めない。あと漢字読めないし。で宮崎さんの本めちゃくちゃ分厚いっしょ、なんか。いやめちゃくちゃでもないですよね。マイナスプロモーションばっかり。本当にこの今の今ここにある箱ティッシュぐらいあるよ、だって。箱ティッシュぐらいあるかな。あるよね、まあ、絶対あるあるある。まあそうか。うん、そんなもんじゃ別に。え？俺それの3分の1ぐらいだよ。ああそうだっけ？うん、いや全然読めますよ。ね。俺はこんな別に宮崎さん前し俺ちゃんと予約しときましたからネットで俺は、うん、はい、そうかそうか、もらう前に、まあまあそれ結構ですけど、はい、サービス行っても何の効果にもなりませんから俺言います、俺は言いますからね、はい、え、うん、収録前のアマゾンランキング本ランキングで、うん、え60万位60万位収録前にアマゾンランキング見たんすね、うん、しゃじ60万位いやでもお前すごっ、アマゾンとんでもない本あるから、そんな出してくれんの順位、うん、すごっ、まあそれは発売前ですからね、俺1位取った気がするな、すごっ、アマゾンランキング俺1位取ったよね、アマゾンランキングで1位取ってんの岩井すごっ、うん、王様のブランチランキングでも何週か1位だった、1位取ってたもん王様のブランチランキングで宮崎さんの本出てきたら興奮するよな、うん、王様のブランチで特集された一番でかいって言ってた出版社が、うわそう、そこだ、あのそんなんいけるじゃないですか、ランキングに入るんじゃないの、なんか特集組まれる時あるでしょ、多分あるあるある、あれが一番でかいんだって、でブランチレポーターとかがあらかじめ読んで、うん、そうそうインタビューみたいなね、うん、いいじゃん、こんなんもう絶対いけるじゃないですか、いやもう TBS 60万位からの1位、いや本当ビリギャルみたいな、これが一番でかいんですよ、ビリギャル、ビリギャルね、目指すみたいなね、みたいなね、大逆転劇だ、そういう本ってことでしょそれもそういう本じゃないですけど、うん、ちょっとブランチはね動いてもいいかもしれない、うん、それ、ね、もしドラはもしドラもしも野球部のマネージャーがみたいな、ドラッカーのみたいな、うん、ちょっとね、ラジトド、ラジトドだってですか、ラジオじゃないと届かないラジトド、ラジトド3月22日発売、うん、ラジトドぜひお願いいたしますね、はい、でこれ、まあ、別にいいんですけどね、うん、お笑いネタリーの記事に宮崎さんと我々の写真もこう載ってるんですよ、はい、でこれまあちょっとタイミングが悪かったね、うん、伝説の割烹着の写真で私載ってますあ、その時の写真なんだ、はい、あなんかそうだね、宮崎さん真ん中で、はい、俺が左にいて右に食堂のおばちゃんがいるもんね食堂で撮ったのかな、食堂、うん、食堂食べ行ったら、食べ行って俺と食べ行って、そうで、あなんか美味しかったで入ってくださいよって言って、うん、食堂のおばちゃんも入ってもらって撮ったんかな、これね、いいですよなんつって、うん、私ですサーブです食堂のおばちゃんです、でも割烹着してるじゃないですか、伝説の割烹着、はい、このだからなんかいろいろ来てるんですね、メールもね、うん、伝説の割烹着情報、うんうんうん、伝説の他の防具とか、はい、情報もちょろちょろ来てるらしいので、うんうん、そうなんですか、うん、たまったらまたやるかもしれませんね、はい、本ね、宮崎さん本お願いいたします、はい、シェアとガバーナあの香水のせいだよレッツゴーでしたっけバーティーだよ、お手になっちゃってる